全部本当のこと書きます。私、前夫が仕事を辞めギャンブラーになり嫌いになった。夫、前妻が借金作り愛想つかす。私と夫、ネットで知り合い、後腐れなしの関係、予定外に情が移る、不倫。当時のパートナーと別れを互い子連れで再婚することに。しかし、両家とも相手が子供を渡してくれない。現夫の場合は、子供が小さすぎるため、母親が必要と思ったから。私の場合は、子供が前夫の実家の長男で初孫だったため。姑が離婚したいなら子供だけは置いていけ。私としてももちろん連れて行きたかったが、姑は財力も孫に対する。愛情もあるので、若母が連れて行くよりは幸せと思いお願いする。不倫はバレていないので、お互い慰謝料などなし。現夫に関しては、離婚の理由は、妻の多額の借金が理由なので、養育費もなし。お互い前の結婚相手の名前も顔も知らない嫌がらせなどなし。なんといっても、出会いが最悪の状況だが、なぜか疑心暗鬼にはならない。お互い、不倫するとき、嘘をつくときのことを知っているからか。自宅で、二人で仕事をしているので、ほぼ、365日24時間一緒。趣味も同じなので、オフの時間も一緒だが、窮屈さはない。でも、不倫する男は、絶対にまた不倫しているわよ。と言われるかもしれないが、今のところはなさそう。少なくても、私は、浮気する気が全くない。以前の結婚の時は、毎日喧嘩していたので、喧嘩しなくていいのが嬉しい。特に金持ちではないが、生活するのに困るほどでもない。お互い負い目があるので、子供は絶対作らない。再婚して15年。人より幸せかどうかはわからないが、とにかく、以前よりは、毎日笑って過ごせる。子供には、とても申し訳ないことをしたと思ってる。文章が下手なので、箇条書きにしました。